向く方向ですね。テレビの方向に向かって音が流れてるわ。すごどうも皆様こんばんは、セゴリタ3世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。 Apple TV 4K です。さあ先日ですよ、 iPad とかを含めてですね、こちらの Apple TV 4K もいきなり発表されました。前に出たものが1年半ぐらい前ですか。リモコンもね、ライトニングだったものが USB-C に変わったりとか、あと大きさも非常にコンパクトになって、操作もサクサクいけるようになった。しかもですね、熱も持たなくなったのでファンレスでいけるというですね、非常に良さげな商品でございます。 Wi-Fi モデルと有線モデルがあるんですけど、とりあえず Wi-Fi モデルを買ってみました。使っててもしかしたら有線の方がいいなって思うかもしれないんだけど、どんな感じなのか、まあ、全然わからないので、これから皆様と一緒に開けて詳しく見ていきたいと思います。というわけで行ってきましょう。はい、というわけでこちらが Apple TV 4K です。開けていきましょう。ダラーン、出ました。おー、いきなり本体ですよ。これは後で詳しく見るとして、でこの下には新しくなったリモコンですね。こちら USB-C になっております。いや、やっぱかっこいいね。 Apple のリモコンは非常にスタイリッシュです。それと電源ケーブルにクイックスタートガイドと大事なお知らせの紙という感じでね、これにはね HDMI ケーブルが付いていません。 HDMI のバージョン 2.1 ですよね。それが使えるものなんで、スピードがねちょっと早めなものをですね買うといいかなと思います。ほんでこちらが本体になるわけです。非常にちっちゃくて可愛いですよ。アップルのマークが入っていて、周りペリペリ剥がしていくと、後ろ側に電源、そして HDMI ですね。端子系はこれだけですよ。なので電源入れてテレビにつないで Wi-Fi に接続すればもう OK という非常にシンプルなものでございます。こちらの Apple TV を使えばですね、 Apple のオリジナルコンテンツが見られたりとか、もちろん Apple Music も使えたり、 Apple Arcade ですよね、ゲームです。実質ですね、大きな画面で Apple Arcade できるのはこれだけってことになります。あとは写真を表示できたりとか、 4K はもちろんドルビーアトモスですよね、サラウンドです、 5.1、7.1 で楽しめる。もちろんリモコンも Siri 対応、年内中にね家族6人までの声を識別できるようになるみたいで、しかもねこちらの有線モデルはハブ、ホームハブになるんですよ。アマゾンデバイス的な感じですよね。それで使えるようになるみたいなんですけど、今のところねアマゾンデバイスの方がいいから、それ使わないかなと思って Wi-Fi モデルにしてみました。もしかしたらそっちの方が良かったって思うかもしんないけどね。ということで実際どんな感じになるのか、これからつけて確認していきたいと思います。はい、ということで接続してみました。めちゃくちゃちっちゃいね。テレビの隙間とかね、そういうところに置いてもね全然邪魔にならないと思います。すごく小スペースで済みますよ。はい、というわけで一瞬で立ち上がりましたよ。ほんと簡単だったな、設定が。ちょっと上の映像とかはね見せらんないですけれども、めちゃくちゃですね快適ですよ。すごい綺麗です。最初に入ってるのはですね、この5個だけですね。これからいろいろ増やしていくみたいです。こんな感じでね、スマホに撮影されてるやつも簡単に表示できます。しかもすごい綺麗。シネマティックで撮影されてるものもこんな感じで出てきますね。すごいやっぱ綺麗だな。めちゃくちゃ大きいとアラも目立つけどね、やっぱこうやって見るとシネマティックモードって不自然なんだなっていうふうには思う。この細かいところ、髪の毛のところとかね、みんなで見るのは楽しいと思う。これ思い出とかね。でもちろんですね、 Apple Music に登録していれば音楽も聴くことができるわけです。試しにちょっと映像を見てみましょう。うん、普通に楽しい普通に楽しいぞ。これはうちはですねソノスでサラウンドにしてるので余計楽しいですね。スマホとかね iPad もしくはパソコンですよね、 MacBook とかで見るのもいいんだけど、やっぱ画面でかいって正義なんだなって改めて思いますね。楽しいなこれは。でこんな感じでですね、 AirPods とかですね、そういったものとも簡単につなげることができます。非常に便利。あとこんな感じでですね、ゲームもできますよ。 Apple Arcade にあるものですね。しかもすごい、めちゃくちゃ綺麗です。で任天堂スイッチとか、あとはプレステとかね、そういったもののコントローラーをつなぐということもできます。対応しているものであればっていう感じですかね。っていうかね、すげえサクサク動くな。これはみんなで遊ぶとかもねすごい楽しそうですよ。いいね。あとは画面のミラーリングですね。今僕のこれ iPhone の画面なんですけれども、このように映し出すことができます。ちょっとしたラグはあるかなと思いますけど、でも操作自体は全然問題なさそうですよね。すごい快適ですよ。
よ。昔のはもっとカクカクだったんだけど、すごいスルスルっていくようになりました。いいね。ちゃんとね、横向きにも対応します。このように横向き画像にすればしっかり横でもいけますね。いいね。これはなんか横向きの方が良さそうだよ。で、動かし始めてね、だいぶ時間経つんですけど、本当に静か。当たり前ですけどね、ファンがないんで、あと触るとね、まあ、若干あったかいかなっていうところではあるけど、でもそんなにですね、気になる暑さじゃないですよ。なんか熱暴走でストップするっていう感じもなさそうだね。あとはですね、AirPods Max とか AirPods Pro とかとも繋げられるんで、空間オーディオも楽しめる。じゃあ AirPods Max ともね、繋いでみましょうか。おAirPods Max 近くにありますって出てきましたね。あ、マジかよ。早っ、もう繋がった。え、なんなの？すげえサクサクじゃん。あー、聞こえる。あ、あ、しかも、向く方向ですね。テレビの方向に向かって音が流れてるわ。すご。あ、オーディオのモードも選べんのか。あー、すごいね。あ、めちゃくちゃ快適だ、これ。なので、ほんとシームレスですよね。パって起動したら勝手に出てくるし、これですか？やりますか？みたいな感じで教えてくれるので、非常に快適。で、落としたいなっていうふうに思ったものですよね。それはですね、こちらから簡単にですね、落とすことができます。例えば、ディズニープラスであるとか、フールとか、そういったものもですね、ここから簡単に選ぶことができますね。数もたくさんあるので、まあ、どれかしら自分で気に入るものは必ずあるかなと思います。もちろんね、Amazon プライムビデオも使えるんで、まあ、それもでかいっすよね。あ、しかも、ね、もう落とすのも早いわ。もうサクサク落ちるね。で、リモコンもですね、スワイプとかで、こんなに簡単に動かすことができるので、非常に簡単です。いや、綺麗です。快適です。ストレスなく、パッパッパッパって切り替わるとはちょっと思わなかったですね。なるほど、わかった。じゃあまとめていっていきましょう。はい、というわけで今回は新しくなりました Apple TV 4K ご紹介しました。いいところ、残念なところをまとめていっていくと、めっちゃ便利。 Apple 製品がね、家の中にたくさんあるよっていう人、 iPhone とか iPad とかもそうだし、あとは AirPods Pro とか AirPods Max はもちろん、第3世代とかのね AirPods とかもありますけれども、そういった Apple 製品をですね、たくさん持ってますよ自分は、という人はね、この便利さわかると思う。ほん本当に快適だわ。なんてことないですね。イヤホンつけようかなって思ったら、今はこっちに繋げませんかとか教えてくれたりとか、その切り替えも本当に早いし、空間オーディオですよね。ちゃんと鳴ってる方向に向けて音をですね、鳴らしてくれるんで、臨場感もたっぷり。映像もね、4K でいけるから、本当に綺麗だし、で、もちろんミラーリングですよね。あんな感じでですね、自分が見せたいものっていうのを無線でですね、パパッと映し出すことができます。で、iCloud 上にアップされてる写真、写真ですよね、動画もそうだけど、そういうのをパッて見ることができるんで、例えばですね、旅行にみんなで行った時にですね、これだったらね、持ち運びにも全然困んないし、ポンってバッグに入れてですね、パチ繋いで、でどうだったねっていうのを、まあ、旅先で見るのもいいだろうし、家帰ってね、みんなでですね、こういうことあったよねなんていうのをワイワイしながら見るっていうのも楽しそうだなと思って、もうちょっとね、もっさりしてたんですよ、こう繋ぐのにね、ちょっと時間かかるなとか、スムーズにいかないなって思うところは結構あったんだけど、すごい早くなった。だからこれはこれでね、めちゃくちゃ楽しいなっていう風に思いました。で、コントローラーもですね、簡単に動かすことができるし、 USB-C にもなったしね、ポチポチ押してもいいし、パッパってスワイプしてもいいし、いろんな楽しみ方ができるなと思いましたね。この辺のサブスク見られる系はですね、 Amazon とかにもあるんですけど、やっぱ一番大きいのはね、シームレスさ、それに尽きるかなっていう風に思います。 iPhone だったら iPhone でパーっていう風に簡単に繋ぐっていうことができるし、 iPad でもなんでもパンパンパンとですね、繋ぐことができる。しかもゲームね、アップルアーケードのゲームですよが、まあものすごい好きなんですよっていう人、実際どれくらいいるかわかんないけれども、でも最高でも言っても iMac でしょ。 iMac の画面でゲームをやるのが多分限界だったと思うんだよね。でもそれが自宅のテレビですよね、大きなテレビを持ってますっていう人は、それで映し出すことができる。しかもめっちゃサクサク、 Wi-Fi バージョンですからね。 Wi-Fi バージョンであんだけ快適にできたんで、有線版はもっとすごいんじゃないかなっていう風に使っていて思いましたね。で、しかもですね、Siri ですよね。やっぱリモコンって今みんなで使うものだからね。それが6人までですよ。大体みんな多くても6人家族ぐらいだからね。ルームシェアとかしていても、その Siri の声をですね、分けるっていうことができるから、今後のアップデートがですね、めちゃくちゃ楽しみ。今後どんなことができるようになるのかなっていう、すごいワクワクですね。しかも静かだしね。でもダメなところを見つけるのが難しいぐらい、すごく面白いなっていう風に思いました。そうね、だからあえて残念なところを言っていくと、
値段ですよ。値段がやっぱ Amazon Fire TV Stick 4K Max とかね、ああいうものに比べるとやっぱ高いからどうなんかなっていう風に思うところでもあるんだけど、でもあれはゲームとかをサクサク動かすものじゃなくて映像とかをバッて映し出すものだから、そういったレスポンス的なものはですね、まあ、ちょっと違うかなっていう部類に入るからね。あとまあこれ個人的なもんなんだけどね、優先にしとけばよかったねちょっと後悔してる優先版にすればよかったよ。だって今後さ、ホーム系で使えるようになるわけでしょ。そうしたらさ、あれがハブ的なものの役割になるから、別に無線じゃなくてよかったよなってすごい思ってる。僕は YouTuber だからね、もちろん Amazon も使うし Apple も使うだろうし、やるからさ、いや優先にしとけばよかったってすごい思ってるっていう感じですね。それぐらいすごい快適だった。ほんとすげえなっていう風に思いましたね。なので Apple 製品ですね、いっぱい家にあってシームレスいろんなことをつなぎたい、エンターテインメントをめちゃくちゃ楽しみたいんだっていう人は買っておいて損はないかなって個人的には思いましたね。 Apple TV 4K 気になった方、僕の動画の概要欄にリンクと、あと HDMI ケーブルとかもですねリンク貼っときますんで、ぜひそちらから飛んでチェックしてみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も下に書いて教えてください。つながりました。